いや、素晴らしいスピーチでした。じゃあ最後にちょっと追い込む感じでコールして、今日は9時で終わりということなんで、全部使い切って帰りましょう。イエーイ。Thank you.
This is what
今日は、日比谷の野音での集会も合わせて延べ7万人の人が来てます。このことに対してみんな怒ってるっつうことなんだよ。この戦いは俺たちの国の歴史と記憶を守る戦いでもあるんだよ。70年前の戦争は国のために国民一人一人が犠牲になるっていう美しい物語なんかじゃない。悲しみの歴史であり、苦しみの歴史であり、痛みの歴史だったんだよ。そのことを俺たちは70年間忘れてこなかったんだよ。子から子へ、孫へ、ちゃんと語り継がれてきたんだよ。もうすぐ8月が来ますよ。誰しもみんな戦争のことを思い出す季節が来ます。人間っていうのはたった一発の銃弾で死んでしまうんです。そんなに美しい話じゃないんですよ、戦争っていうのは。俺たちは70年前のあの戦争でどれほど戦争が悲惨なものかっていうことを学んだんですよ。涙と痛みで学んだんだよ。だからもう二度と戦争をしないという誓いを日本国憲法という文言に載せたんだよ。この歴史と記憶を俺たちは絶対に忘れない。今ここに立っている俺たちは若者だって言われてるけれども、きっと30年後には俺たちが今度はオールドスクールって呼ばれるようになるだろう。そうだ、そうやって歴史は紡がれていくんだよ。俺たちはこの手であと30年後この国は100年間戦争しなかったんだと、そういう風に言いたいんだよ。そうだ、俺たちはこの手で誰も銃弾によって死ぬことがない、誰も戦争によって人が死なない、そんな未来を、そんな社会を作っていくんだよ。俺たちのこの怒りと悲しみをなめるんじゃねえぞ。歴史の主体は国家じゃない、俺たち一人一人なんだよ。9時半までコールします。戦争するな、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 安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から日本を守れ。
Thank you.
また取材の人とかいっぱいシーズン聞きたいって人もいると思うんで、その人は絶対歩道側に行かないでください。あとマスコミの人たちはそこが歩道の通るところになるので、よろしくお願いします。 OK です。あ、進めてください。後ろの方とかも結構人が前の方に来てるので、ゆっくり後ろの方から流れていってください。で、下は桜田門の駅がありますのでお願いします。で、こっちの交差点はまだ渡れないので、桜田門の駅か県政会館と終わって、永田町の方からお願いします。で、今日雨の実行委員会と皆さん一緒にやらせてもらってて、今カンパも集めてるので、はい、もしよかったらお願いいたします。あと来週は来週は学者の会の皆さんと一緒にやるんで、ぜひぜひ、別に学者と学生だけしか来れないわけじゃないんで、皆さんも参加してください。よろしくお願いします。集会は6時から、5時から県政会館の方であるので、県政じゃないや、
そう、どこだっけ、あのホームページの方見てもらえば分かるのでよろしくお願いします。先生も連れてきてね。